お前たち、俺は美しいか？はい、ユダ様、お美しゅうございます。そう、俺は、この世で誰よりも強く、そして、美しい。ダガールか。どうだ、俺は美しいか？剣王は、まだ居城に戻らぬのか？剣王を侮るな。迂闊に動けば墓穴を掘ることになる。なんだ、この髪型は。言い訳はいらぬ。俺の許しを得ず勝手に髪型を変えるな。俺は、神がこの世に作り出した最も美しく、最も強い至上の男。その俺を愛する資格を与えられるのは、完璧に美しいものだけだ。わめけばわめくほど醜い。この宮殿から消え失せろ。お前は醜い。醜い女は砂漠の奥にでも住むがよい。捨てて来い。どれ？美しい。噂以上に美しい。俺を愛するにふさわしい女だ。よし、もらっていくぞ。お前らが親か。行くぞ！これで何の未練も残るまい。俺の星は最も美しく輝くあやかしの星。人は裏切りの星と呼ぶがそうではない。妖精は天をも動かす美と知略の星なのだ。あやかしの星は、天使用トレイの血を吸い、ますます美しく光り輝く。ご苦労。ケンシロウにレイ、ついに来たか。殺せ。レイ、まだ生きていたか。貴様、違う。ユダではない。貴様も愚かな奴よ。ユダ様はこの町には来ていない。ユダ様のおっしゃる通り、犠牲は愚か者の星よ。おのれお前が口を割るのは分かっていた。お前に本当のことを教えるほど俺は愚かではない。お前のおかげで、ケンシロウの技を見切ることもできた。仇は俺が取ってやる。ご苦労だったな。心置きなく死んでゆくがよい。裏切りではない。これは戦略というものだ。なんと六星は、それぞれの星を持っている。俺の星は、妖精、あやかしの星。人は裏切りの星と呼ぶがそうではない。妖精は美しさと知性に輝く星。その知性と戦略で天をも動かす。愚か者めが！俺に勝てると思っているのか？ケンシロウが腕一本なら俺は指一本で十分。なんと六星剣の一つ、なんと降格剣。あまりのスピードのため、衝撃は背中へと一気に突き抜ける。返り血で身を赤く染めた美しき鶴に名を例え、降格剣と呼ばれる艶やかな殺人剣である。この世で俺より強く美しいものはいない。レイ、ケンシロウ、奴らは俺の帝国の生贄となるのだ。レイはやがて心も体も朽ち果てる。
美しい男よ、それは何時なり。鼓膜か。鼓膜、俺は美しいか。ところで鼓膜、ケンシロウとレイはどうした。はい、村へ戻ったようで。村へ。マミヤのいるあの村か。レイ、哀れな男よ。愛する女のために俺に立ち向かおうとしたお前の命もいよいよ朽ち果てるか。だが俺はお前を死に際まで嘲笑ってやる。コマク、マミヤのいる村へ行け。行ってマミヤを奪ってこい。レイ、お前を愛する女のそばでは死なせない。お前はマミヤに見取られることなく一人寂しく死んでいくのだ。人のために生きる犠牲を持つ男、レイ。その犠牲がピエロの星であることを十分に思い知らせてやる。コマック、レイは本当に生き延びたのだな。しぶといやつめ。あの剣王の剣を受けてもまだ生きているとは。俺は奴の力を恐れていたわけではない。俺は輝けるあやかしの星の男。奴に負けるはずはない。ただ、俺の手でとどめを刺してやろうと思ってな。レイ、お前の墓は俺が作ってやろう。お前らが親か。久しぶりだな、マミヤ。肩の傷はまだ消えてはいまい。マミヤ、お前も主張性が見えるらしい。その死の鍵を握るのは俺だ。どうやらお前たち親子は俺の手にかかる運命だったらしい。お前の血もまた俺の体を美しく染めるだろう。さあ、案内してもらおうか、レイのところに。レイ、まだ朽ち果てぬのか。俺がここに来たのは、哀れなお前を見物するためよ。そして、義の星の光を、妖精の輝きをもって消し去るため。お前は哀れなピエロだ。たかが女一人のためにやつれ果て、残り少ない命さえ捧げようとするお前はな。しかもそれが、俺の紋章を刻まれ、主張性をも見た明日なき女のためとはな。女のための涙とはふぬけたかれ。その前に、その体で俺と戦う資格が、あるかどうか試してやろう。おお、以前にも増して技が切れてるな。いよかろう。義の星は所詮ピエロの星、あやかしの星を一段と光り輝かせるクズ星に過ぎん。死ねい、虫けらのごとく。俺の顔に傷が、この美しい顔に傷が。貴様、よくも俺の美しい顔に揺れた。今日こそお前を醜く切り刻んでやる。俺は貴様を血祭りに焼ける日を待っていた。あの屈辱の日から、共に、なんと政権を学んでいたあの時。なんたる不覚。一瞬とはいえ、俺は霊の動きに魂を奪われた。生まれて初めて他人を美しいと。
それで。この屈辱は決して忘れぬ。レイ、いずれこの手で最も醜く哀れな死をくれてやろう。わかったか。義の星が妖精より美しく輝くことはありえん。そのことを今日こそ思い知らせてやろう。なんと降格君。なぜ精神も肉体もすでに朽ち果てているはずなのに、なぜ昔よりよく技が切れる。なんだと。言ってみろ。この世で一番美しいのは誰だ。妖精のユダ様だろうが、この俺だろうが。俺より美しいものはこの世にいないんだ。死ね。何がお前をこれほど。これで俺に勝ったつもりか。愚か者が、誰も俺を倒せはしない。義の星の男のお前でもな。俺様の星は美と知性に輝く星。何の戦略も持たずここに来たと思うか。聞こえるぞ。もうすぐ貴様は地獄を見る。そうよ。ここの砂地は水を吸うと流砂となり人を飲み込む。どうだ、動けまい。なんと水長剣の奥義はその華麗な足の動きにある。その下半身の動きを封じられた今、貴様は羽をもがれた水鳥。この俺の手で醜く死ぬのだ。妖精は赤く輝く最も美しい星だ。哀れなクズ星の義の星は今、この泥の中に無様に落ちるのだ。マミヤ、よかろう。義の星は所詮ピエロの星。あやかしの星を一段と光り輝かせるクズ星に過ぎん。死ねい、虫けらのごとく。はぁはぁ、なんと降格くん。はははははここの砂地は水を吸うと流砂となり人を飲み込む。どうだ、動けまい。なんと水長剣の奥義はその華麗な足の動きにある。その下半身の動きを封じられた今、貴様は羽をもがれた水鳥。この俺の手で哀れに醜く死ぬのだ。妖精は赤く輝く。でい、義の星は哀れなクズ星だ。行くぞ、レイチャーク。ようやく貴様を醜く切り刻む時が来た。俺が一歩近づくごとに深く切り裂く。チャーク、切れろ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 。それレイ、言ってみろ。この世で一番強く美しいのは誰だ。教えてやろう。それは俺だ。この世で最も強く美しいのは、このユダ様だ。美の星の霊、哀れなピエロよ。女一人救うこともできなかったな。あと一歩。あと一歩でお前の最後だ。Ha ha 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 ha!
南の空に輝くはあやかしの星。とどめだ、なんと降格剣王に決勝し、なんと、そんなバカな、深く、またしても俺は貴様の剣に魂を奪われてしまった。だが、俺はこんな死に方はせん。こんな死に方はな。レイ、俺より強く美しい男よ。レイ、俺の心の中にはいつもお前がいた。俺はずっと幻影を追っていた。お前を、そして美しいなんと水長剣の舞を。だが、とうとう俺はお前を超えることができなかった。最後の最後まで幻影を突き放すことができなかった。俺が心から美しいと認めてしまったもの、その前では俺は何もできない。それが俺の弱さ。俺がお前に心惹かれた時から、あやかしの星は義の星によりその光を消す運命にあったのだ。レイ、俺がただ一人認めた男、この世で最も強く美しい男。せめてその胸の中で死にたい。さらばだ、なんと六星剣、降格剣あやかしの星ユダ。